宮田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。この番組を聞いてくださる皆様にとっていろんな面で楽しんでいただけるような番組を頑張って作りたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いします。リスナーの皆さんの目線でトレンド研究、独自の流行、ムーブメント分析、マーケティングの処方などについて身近なテーマや実例を挙げていきながら、私自身もですね、初心者代表として皆さんと一緒に勉強していければと考えております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、突然なんですけれども、はい、私の周りでですね、最近新たにお店を開こうとか、はい、まあ、企業、まあ、会社を起こす、はい、ね、をしたいという方が実は多いということに気づいたんですよね。あ、本当ですか。はい、周りの方ですね。そうなんです。なるほど。で、ね、もちろんこんなことに興味とか話題がいっているというのは、はい、まあ、この番組を担当させていただいている影響もあると思うんですけれども。ありがとうございます。はい、はい、でですね、まず新たにお店を開こうという際に、はい、ここだけは注意した方がいいよと思われる点について、はい、まあ、申し訳ないんですが無料で、そしてラジオ放送という公共のメディアなんですが、簡単なアドバイスをいただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、新規にお店を開業したいということですね。はい、はい、私自身もですね、まあ、美容院を経営していろいろですね、うん、こう失敗と成功をこう重ねてきているわけなんですけど、はい、3点今日は、気をつける点についてお話をしていきたいと思います。はい、一つ目ですね、お店には最近人が来なくなっているということを認識することですね。うーん、はい、これはどういうことかというと、はい、やはりインターネットの発達によって、お店に行かないでも人は物を買えるようになりました。そうですね、はい、配達もこんなに優れてますし、テレビ電話みたいなこういったねツールも増えてきますので、はい、なかなかですね人が昔みたいにお店に行くという、うん、まあ、こういう文化がですね少し弱くなってきているのかなと、はい、思っています。なので、はい、おすすめとしてはですね、そういう世の中ではやっぱり人が行きやすい店舗っていう、流行っている店舗、はい、トレンドになっているものっていうのは、うんうんうん、まあ、その時その時によってどんどん出てきますので、はい、ぜひそういう人が来やすい店舗から始めるといいのではないかと思います。あ、来やすい店舗ですね。はい、例えば今で言うとタピオカ。あ、ですね、なるほど、話題になってますよね。はい、どん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 人が集まって、まあ、行列を成している。もちろんですね、自分の好きなことで店舗を出したいとか、はい、自分の好きなお店から始めたいという方もいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱり初めての店舗はですね、いろいろこう自分のことをやる以外にも学ぶこととか、はい、気づくことがたくさんあるので、まずは人が来やすい人気のもので、店舗を出してから、それからですね、自分の好きなことをやられるといいのかなと。なるほど。はい、2つ目のポイントはですね、はい、人材のこと、まあ、人のことですね、人、はい、考えるということですね。なるほど、どういうことでしょう。はい、まずはですね、はい、お客さんをどう呼ぼうかっていうことに目が行きがちなんですけど、働く人を、そこの店舗で働く人を、どう集めるかということもですね、お客さんと同じぐらい大事なんですね。なるほど、まあ、自分たちのお店でということですよね。そうなんです。お店にはですね、必ず人がいないといけないというのが店舗の特徴でして、そうするとですね、はい、まあ、自分がずっといるんだよということを、うんうん、考えてね、勢いよく店舗立ち上げてみるとですね、はい、やっぱずっといるのは結構大変なんですね。そうですね、現実的に考えてね、はい、他にもやることあるだろうし、はい、他の仕事も知らされてるかもしれない。そう考えるとですね、はい、自分以外、もしくはその社員、従業員をどう集めるかということをですね、最初の段階からしっかり考えておかないと、お客様より今は人材を集める方が難しいと言われてますので。そうなんですね、はい、これは意外と盲点と言われる部分かもしれませんね。そうですね、気をつけて。3つ目はですね、はい、これは僕のおすすめなんですけど、はい、店舗をオープンしてからお客様を増やすとか、ファンを集めるのではなくて、店舗をオープンする前からファン作りを始めるということですね。店舗をオープンする前から。そうなんです。あ、そうなんですか。はい、今はですね、情報発信する SNS、 ソーシャルメディアですね、はい、もありますし、ブログも書けますし、動画も上げられます。そうするとですね、店舗をオープンしてからそういうふうなものに取り掛かるよりも、はい、店舗をオープンする前にもう始めていて、
たくさんファンがいる状態で店舗をオープンして、もう初日にはもう満員にする、そのぐらい、まあ、ロケットスタートといいますか、はい、スタートダッシュをかけるとその店舗は先がね、まあ、安泰ですよね。あ、そういうことなんですね。はい、ね、ついついね、あの徐々になんて考えちゃったりすると思うんですけれども、まあね、こうファンをつけるっていうのはそういう準備段階から始まってるんですね。そういうことですね。うわー、すごくね勉強になったというか、はい、全く、まあ、私なんか初心者というか全くもっての素人でございますので、はい、すごくねこういうお話を聞けて、まあ、ちょっとね周りの人にお伝えしていきたいななんて思いました。ぜひ参考にしてください、はい、きっといい店舗が、ね、できるといいですね、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、そんな矢田部敦さんの略歴をご紹介させていただきたいと思います。はい、矢田部敦さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。はい、そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としても奮闘中でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして私、佐々木千秋は日頃はドラマや映画、あと佐藤製薬様の CM にも出演させていただいております。はい、そしてここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルト愛され召し上がれという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。そして現在毎週木曜日、テレビ朝日系列で夜9時から放送の人気ドラマ、米倉涼子さん主演のドクター X、 外科医大門未知子に看護師としてレギュラー出演をさせていただいております。はい、皆様ぜひ、ね、素晴らしいですねはい、チェックしていただけたらなと思いますので、私もとても嬉しいです。一緒にパーソナリティさせていただいて、ね、いや、もう本当にありがたいですね。大活躍ということで、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。見てください、ぜひお願いします。はい、それでは今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。さて今回はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。はい、実はですね、はい、最近私鳥取県の方に呼ばれまして、はい、で、まあ、地域活性プロジェクトですね、地域を活性するために、まあ、国や町が支援をして、まあ、その町自体をね支援するプロジェクトに呼ばれまして、はい、でそこでですね、お願いされたことが、はい、動画で、社内に人を育てるためのマニュアルを作れないかということでですね、はい、ご相談をいただきました。はい、はい、今日はですね、そういうちょっとこの話をしていきたいんですけど、はい、具体的に言いますと、鳥取県の介護施設ですね。介護施設、はい、で介護施設で、ま、介護の職員を育てていきたいと、はい、今人材不足ですから、やっぱり一人一人の職員、職員が大切ですし、はい、すぐに即戦力にさせてあげたいんだと。うーん、ただやっぱりその職員を、はい、教える、ま、職員もですね忙しい、うん、そうですね、なかなかね教えるために一人職員を避けないということで、はい、それならば動画を見て、まあ、どうやって介護をすればいいのか、介護の技術をどう学べばいいのかということをですね、動画を見て分かるように、動画のマニュアルを作りたい、うん、ということでですね、ご依頼をいただきました。はい、マニュアル、はい、はい、これがですね最近各地で、起こっていることかなと、トレンドかなと思っておりまして、ね、はいはい、今までね動画の学習をする、例えば社内に、はい、研修、まあ、入って入社してからですね、うん、動画で研修を受けるということがあるかもしれませんが、はい、今回みたいに、技術や、まあ、サービスの内容とかをですね、うん、動画を見て、それを、まあ、学ぶ、自分のものにするっていうのをですね、実は最近増えてきたことになっております。そうなんですね、はい、例えば他の例を挙げますと、はい、ある左官屋さんがですね、はい、左官というのは土塀とか柱とかをこう塗る、うん、ここで塗るという、はい、これも技術が必要なね、そうですよね、職人の技ですよね、はい、こういった職人の技が必要とされるところはやっぱりね、自分がそれをできるようになるまでに、うん、新人さんがそれをできるようになるまでに時間がかかってしまうというのがありましたけど、まあ例えばね左官の上手にできる職人の技を動画に撮っておいて、はい、
で今度自分自身がそれを学ぶ新人さんがですね、はい、それを学ぶために、練習をするんですけど、その練習風景も自分のことを動画で撮っておくと。はい、そうすると2つの動画がね、はい、職人さんの動画と、自分の動画を見比べることができるんですね。なるほど、自分で確認ができるんですね、はい、そうなんです。そうすると自分がね、足りないものがすぐに分かるので、はい、どんどん技術も上達してきますし動画1本あるだけで自分でこう学習技術を学んでいくことができる、はい、へえ、そうなんですね、はい、こういう職人さんの技術を動画を使って効率よく、はい、得得しとく、取得していくっていうのがですね、最近動画でできるようになってきていると。なるほど、はい、でもう一つね面白い、はい、これとまた同じような職人さんなんですけど、お寿司屋さん。お寿司屋さん、お寿司屋さんなんですね。お寿司屋さん、はい、お寿司屋さんと言ったらね、はい、やっぱりこう長い修行の後に、そうですよ、見て学べということでですね、はい、10年ぐらい本当に皿洗いをしながら、うん、やっとちょっとずつ握れる、そんなイメージがありますよね。ありますよ、はい、それがですね、はい、今は本当に 1,2 年でお寿司屋さんとしてデビューしようというようなですね、教育プログラムもあります。そんなに、はい、短いですね。そうなんです。でこれがですね、まさにまた動画を使うわけですね、はい、動画でやっぱり職人さんの上手な握り方を撮っておいて、こうやって握るんだよってことを何回も何回も見ることができるわけですね、その動画で、はい、で自分自身のも撮ってみて、動画で撮影をしてみて見比べてみて、何が違うの か、はい、どこをどうね練習すればいいのかということをですね、やる。それでですね、本当に短い期間で、はい、お寿司屋さんとしてデビューする、まあ、そういった学校もあるんですね。そうなんですね、はい、動画ということで、まあ、マニュアルというか、まあ、スキルアップをこう動画を通じてしていくっていうのは、うん、ちょっと私たちの昔からの感じだとなかなかこう、そんなことまでっていう感じになってるんですけれども、はい、もう本当にね、こういう動画で見ることでより専門性のあるこのスキルアップできるものになってきたということなんですよね。はい、おっしゃる通りですね。そうなんです。社内での人材育成のね、技術スキルアップが動画でできるマニュアルですね。動画マニュアル。はあ、なるほど。はい。いや、これでね、まあ、これからどん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 、まあね、こういう技術の部分とか、ね、職人さんの技術とかがどんどんこう動画を通して、ね、若い世代にどんどん伝わっていくのかななんて私はちょっと勝手に想像しちゃって楽しみだなってなんとなく感じています。はい、はい、まさにそんなねトレンドのお話をさせていただきました。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけばまさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。続いてのコーナーはお菓子懐かし流行通信ということで、同世代の私と与田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチ温故知新のコーナーです。はい、今回は1996年平成8年の主だった出来事からご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、1996年はですね、村山富市首相が辞任され、橋本龍太郎が、総理大臣に就任されました。はい、で社民党、新党先駆け、新進党らの一部議員により民主党の結成、うん、で大阪府で大腸菌 O157 これが発生し全国各地に広がりました。はいはい、そして新宿駅南口の高島屋タイムズスクエアの開業もこの年です。うん、はい、あとは第二次橋本内閣の発足、再び自民党の単独政権となりました。でペルーの首都リマで在ペルー日本大使公邸の占拠事件が起こったのもこの年だそうです。ですね、はい、うん、そしてアトランタオリンピックの開催、はい、ということでですね、うん、はい、まあ、小学校6年生だったので、うん、なんとなくこうね、そうですね、覚えてる部分はあるかなと。とても流行に敏感な年頃の、そうですね、はい、なのですごくよく覚えてますよね。はい、続いてはですね、1996年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話をしていきたいと思います。はい、はい、まあ、1996年、うん、ね、私たちも小学6年生ということで、はい、だいぶねトレンドに、ね、トレンドに、ね、敏感に敏感になってきましたけれども、
そうですね、まあ、横綱から小結びまでご紹介させていただきますと、まずは激安携帯電話、あとは PHS、 いわゆるピッチという、ね、ピッチね、たまに持ってる人が、はい、そうですね、いたかなって、クラスで結構流行りの人がね、おしゃれな敏感な人が持ってたイメージですけれども、はい、与田部さん携帯電話って何歳くらいから持ち始めましたか？私はですね、はい、高校1年生なので、はい、そうですね、15歳とか、あ、そのぐらいからですね。そうですよね、あれはなかなか、うん、嬉しかったですよ ね、なんかちょっと大人になった気分でしたよね。こそこそとこう連絡できるっていうのがちょっと楽しかったですね、あれね。こそこそと、はい、大事ですよね。今までなかったですもんね。そうですね、そういうのがね、公にね、はい、あの、はい、お家の電話で連絡を取り合っていたけれども、そうそうそう、ね、そういうのがちょっと解消された時代ですね、はい、あとはナイキスポーツブランドですよね。流行りましたね、はい、もう本当に男の子たちなんかは、はい、特にもうエアマックスですね、はい、プレミアムモデルなんかも出たりしてね、これを履いてるだけでなんか強くなった気分、ね、強くなった気分、確かに、ね、そうなんですよ、はい、ヒーローでしたね、ヒーローでしたね、はい、あとはまあ外債外貨預金もこのあたりに、うんうん、あのヒットというか、はい、そうですね、あとはですね、アムロナミエさん、まあ、アムロナミエということで、アムラーという言葉が生まれましたけれども、この頃ですよね。そうですね、アムロナミエさんはまさに世代という感じをするのはやっぱり同じぐらいの時に、そうですね、はい、こうやっていったということですね、はい、そういうことですよ。あとは、お台場、東京湾岸のスポット、この時にできたんですね、お台場が、ね、できたんですね。 あとはキヤノンのイクシという、まあ、カメラ、はい、デジカメ、ね、出てきたのもこの年だそうですよ、はい、うん、あとはですね、前頭ちょっと気になるのがプリントクラブ、 いわゆるプリクラです。これはヒットしてましたよね、はい、前頭なんですね。そうなんですよ、プリクラ撮りましたか？これはですね、はい、もうなかなかなくてですね、僕も、はい、あの結構田舎の方にいたので、うん、町に1台だけプリクラが来たという時がありまして、もう本当学校中の話題、はい、そこにプリクラが入ったと、はい、そしたらもう本当に長蛇の列ですね長蛇の列に並んで、もうなんだかわからないプリクラを取って、はい、その、まあ、シールを持ち歩くというですね、貼るのはちょっと恥ずかしいの男の子とか、あー、なるほど持ち歩いてましたね。懐かしいですね、もう話題のスポットでしたね、その時代のプリクラの、ね、あったところはね、懐かしいな。あとはまあ80円ハンバーガーということで、日本マクドナルドが80円のハンバーガーを出したのも結構衝撃だったらしいですよ。衝撃な、ね、時代だったんでしょうね、うん、これ嬉しかったですけどね。ねえ、なかなかいろん今もどんどん通じているもの、進化したものたくさん出てますよね、うん、はい、あとはですね、まあ、音楽シングルもこれまたトップ10がですね、すごいんですよ、はい、もう1位からご紹介させていただくと、はい、ミスターチルドレンさんの名もなき歌、ね、2位がグローブさんのディパーチャーズ、はい、うん、3位が久保田俊信さんウィズ直美キャンベルさんでララララブソングとね、うん、このまあ4位以降もものすごいもうね、名曲と言われる、何回も聞いて、はい、ね、安室奈美恵さんとか、あとまあ香原朋美さん、はい、スピッツ、サザンオールスターズと、もうね、もうそうそうたる ね、 大好きな曲ですね、方々が出ておりますよね、はい、はい、あとはまあドラマもすごくまあ人気というか、はい、何ですか、皆さん見てるような感じの時代だったということで、うんうん、何かご覧になってたドラマってありますか？はい、この頃ですね、銀狼怪奇ファイル、はい、これはですね、はい、よく見てましたね。 あと金田一少年の事件簿、あ、見てましたね、同じこういうのが大好きなんですねなんとなく分かりました、決めゼリフはね、うん、はい、そうですね、学校で真似するっていうのが、あ、真似するやってましたね、ね、男の子たちやってましたね、あ、そうですね、佐々木さんや、まあ、私は、まあ、やってるなって思って見てるだけでした女の子ですね、はい、ということでですね、私たち本当に小学校6年生の時に音楽もドラマもね、周りの環境もどん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 変わってきたなという1996年でございました、はい、はい、以上おかし懐かし流行通信のコーナーでした。改めまして、この番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか？はい、
これはですね、以前ゲストで、はい、来てくださった黒川さんも、はい、おっしゃってたんですけど、はい、実は僕自身が起業をしてですね、はい、やった時のことについてお話をしたいと思います。お願いします、はい、実は僕自身はですね、はい、科学の専門を扱っていたので、うん、知識としては科学の化学ですね、化学、はい、メーカーに勤めてたんですけど、はい、当時起業したいと思った時に、うん、はい、この科学の知識だとちょっとね、まあ、化学繊維を作るとか合成樹脂を作るとかあるんですけど、なかなかね初期投資がかかることなのでできないと思いまして、当時、はい、流行りつつあったあの動画の世界ですね、はい、ちょうど YouTube があの来たばっかり、日本に来たばっかりの頃でした。なるほど、そうなんですね、はい、これをですね、はい、まあ、全く未知の分野だけどやってみようと思ってですね、動画に取り組んだんですけど、はい、なかなかやはり僕自身があのカメラで撮影したことあまりなかったですし、はい、動画の編集もそこまでこうやってきたことがないので、なかなかこう動画が上手に作れない、はいはい、動画やろうと思ったけど上手に作れないと思った時にですね、その当時あのスマートフォンがちょうどこう日本に来て、はい、あのまあ、みんなが使い始めた頃だったんですね、はい、でどうにか簡単に動画が作れないかなということをですね、すごくこうもがき苦しんだ結果、はい、スマートフォンで撮影ができるんならスマートフォンでそのまま編集してスマートフォンで YouTube にアップロードできるんじゃないかと、うん、まあ、これ本当にアイデアだったんですけど、すごい、やってみたらですね、はい、当時あのスマートフォンにできたばっかりの iMovie という、まあ、そういうアプリがあったんですけど、はい、まさに撮影編集アップロードができたんですね。うん、これはすごいということでですね、はい、あのまあ、スマートフォンだけで作る動画、はい、で動画を使って、自社のアピールとか自分のサービスのアピールをしませんか、うん、すごく簡単に動画を作れるようになりますよ、はい、ということでですね、あのそれを教えるということをですね、僕私自身の最初の起業のアイデアにしたんですね。はい、当初はですね、はい、まあ動画スマートフォンで動画が作れるわけないだろうみたいなね、冷ややかな周りの目もあったんですけど、はい、実際にですねうまく作れて、じゃあこれを作り方を教えますということでですね、はい、まあ勉強会とかセミナーでですね、やったらやっぱり苦手な、僕と同じで動画が作れないと思って苦手な人たちが来るようになりまして、あでだんだんですね、あの、まあ、東京でやってたのが満席になって、今度大阪から人が来てくれるようになって、北海道から来てくれるようになって、福岡から、九州ね、セミナーに沖縄に、そう、すごいですね、もう本当最終的には世界中からですね、人が来てくれるようになって本当に大人気になったんですね。でだんだんスマートフォンで動画を作ろうみたいなね、僕と、まあ、似たようなことを、はい、まあ、やる人も増えてきて、この業界盛り上がっていって、はい、まあ、本当にですね、最終的にこのアップルですね、はい、アップルさんが渋谷にアップルを出して、まあスマートフォンで動画を広めてる人がいるらしいということでアップルに呼ばれて、はい、アップルで、セミナーを何回かさせていただきました。すごい、もうスマホ動画のちょっとパイオニア的な、ありがとうございます、感じですよね。はい、まあ、こんな感じでですね、はい、僕自身は苦手だった、もう動画がやっぱり撮影も編集も苦手だったから、でもなんとか動画を作れるようになろうと、もう本当にもがき苦しんだ結果出てきた、このスマートフォン動画が、ビジネスになるということがありました。なのでですね、はい、こんなところにも本当にサクセスの種って埋まってまして、苦手だな、できないなと思うことを解決してみる、頑張って、それをね、壁を越えてみる、それだけでビジネスっていうのは生まれますので、まあ、今日はですねその内容をシェアしたいなと思ってお話しさせていただきました。いや本当にサクセスの種ですね、転がっていたというところで、はい、もうすごく面白いというか、はい、すごく成功体験だなと思いながら聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。いたします。はい、タペさん今回はいかがでしたか。はい、だんだん私も喋りたいことがいっぱい出てきてまた次回も楽しく喋りたいと思います。楽しみにしております。はい、それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。